ジャンマ・チュー・フィリベール・セリュリエは、フランス革命戦争、ナポレオン戦争期の軍人。帝国元帥、帝国伯爵、王政復古時の貴族院議員。ナポレオン指揮下にあって、セリュリエは7年戦争でプロイセンと戦った経験を持つ数少ない将軍の一人である。1755年に、乱の民兵組織の注意となった後、 1759年には、黄門の不評連隊に入営。7年戦争でのワールブルグの戦いで負傷した。ポルトガルへ行き、そこで、ボース不評連隊の注意に任官。1770年には、コロシカで、マルブフに仕えた後に、フランスに帰国。1778年には大尉に昇進。1788年に退役を申し出たが、 1789年にメドック地方で少佐となった。ペルピニャンに駐屯する第70連隊で中佐を務めているとき、フランス革命を支持する反乱兵士の鎮圧に参加。革命派兵士たちからセルリ,リエは応答派であることを疑われたことから亡命を企てたが階級を剥奪の上、1792年10月10日に逮捕された。 バラスによって許された後、オーストリア側につく、サルデーニャ王国の支配下にあった、オーチョン3階を奪取する優先の功績により、1793年6月25日に、イタリア方面軍の旅団長に任命された。ナポレオン・ボナパルトが、司令官を務めるイタリア戦役において、サルデーニャ王国と戦い、セリリエは、その瞬間さと勇気を持って称えられた。モンドビの戦い、 ロナーとの戦い、ラフ・ァビリーとの戦いで活躍。1797年1月14日に行われたマントバ包囲戦で名を挙げた。ボナッパルトは、その精錬、忠実で、策を浪したりできない人柄を高く評価し、1797年6月には敵から奪った軍機を総裁政府に届ける任務を与えている。カンポ・フォルミオ条約によって、ベネツィア共和国は、 ほぼ完全にオーストリアの支配下に置かれることとなった。1797年10月18日にベネチア総督に任命されたセリュリエは食料、弾薬、武器、美術品を運び出す命令を受けた。エジプト遠征の間はイタリア方面軍に所属。シェレルの指揮の下でパストレ後の戦いで活躍。ルッカを占領するがベローナの戦いに敗北。 4月28日のベルデリオの戦いでは圧倒的に優勢な敵軍の前に降伏しなくてはならなかった。アレクサンドルスボーロフの口利きにより釈放されフランス本国へ帰国した。帰国後はパリで予備役編入を命じられたためブルメール18日のクーデターには参加していない。ナポレオン・ボナパルトはセルリエを1799年12月に 元老院議員に任命1802年に、元老院副議長。1803年に、元老院法務官。1804年に、拝兵院長官。帝国元帥。1805年に、レジオンドヌール君賞のグランテーグル賞を受賞。1808年に、帝国伯爵。1809年に、パリ国民衛兵隊の将軍職。 大仏大同盟の各国軍がパリに迫る1814年3月30日から31日にかけての深夜、ルイ14世時代からの敵軍軍旗戦417枚に加えてフリードリヒ2世の剣を廃兵員の中庭で焼くことを命じた。廃はすべてセーヌ川に捨てられた。セルリエは元老院でナポレオン一世の廃に票を投じ、 ルイ18世の指示に回り、これにより、貴族院議員に助せられた。100日天下では再び、ナポレオン支持派に倶り替えするが、あらゆる政治活動からは距離を取った。第二復興制では、ミシェルネー元帥の死刑判決に票を投じた。1819年12月21日、パリのデュフォーガイで死去。その亡骸は1847年に、廃兵院に移された。 ありがとうございます。